動画の視聴ありがとうございますここでは私が担当する新15ヶ月合格コーススタンダードプラスオリエンテーションをしてまいりますどの分野でどれがの学習時間がいるのかそれでどういう学習をすべきなのかと、まあ、本体の講義でも説明しますがまずざっくりとご説明しようと思いますでこのスタンダードプラス大きな特徴は2回転になりますまず 1> 1回全科目を触れるでこの角を作った上でもう一回やって角をもう一回見直してその肉付けをどんどんしていって合格を目指していくこれがこのスタンダードプラスの最大の特徴ですまた人によってはこの基礎編のところでいけると思った方は何だかつの本試験これ基準点突破 これを目指してほしいと思って作っているカリキュラムでもありますはいじゃあ具体的なものを見ていきましょうえまずは冒頭で全体構造講座というものを行いますえ法律の考え方主に民法を使った法律の考え方を勉強していきます講義自体は三時間の講義が三回三時間の講義が三回行われます で一般のイメージとしては1週間に1回ずつの講義。で、復習時間としては大体目安ですが、長くて2時間ぐらい、1回の講義につき、長くて2時間ぐらいの復習時間がかかると思ってください。はい、で、このあと基礎編というもので、1つ目の角を作っていきます。 え全部でえこちら34回3時間の講義の34回になります初めのうちは週1回ペース途中から生クラスの方であれば土曜2コマそういう形で行っていきます民法10回不当法8回会社法商業登記その他の科目とやっていきますでこの基礎院では一般的には例えば民法だけで言うとね20個 まあ毎年出そうな論点のうち10個程度についてはまあ点数が取れるかもしくは2択まで持ち込めるかそこまで指導しますまた不動産投票こちらでは申請書を勉強していきますがこちら数としては20から30個程度本試験によく出る申請書そこにピックアップしてやっていきます基礎編とは言ってますが 実際の本番でもある程度戦えるところまで持ってきます、はい。で、復習としてはちょっと時間がかかります。1回の講義につき、その日に1.5時間、そして次の日に1.5時間、3時間程度は時間が取られると思ってください。はい、そしてこの基礎編 をやりながら科目が終わるたんびに基礎編チェックテストというのを受けてくださいこの基礎編でやった内容全く同じ問題もあれば手を変え品を変えといった問題にしてます基礎編でやった内容が本当に入っているのかアウトプットを一緒にやっていきましょうなんでペースとしては週に1回もしくは2回 講義をそして復習を3時間するそれが終わったらチェックテストを受けるという感じで取り組んでください。そしてこれこの1科目が終わったところもしくは始まるタイミングでは構いません。この7月まで結構学習時間が取れるかどうかもし学習時間がちょっと取れそうだという方はねこの7月の試験。 基準点突破を目指ししててみてほしいんです具体的な方法論どういったことをやっていくのかについてはこちらは基礎編の講義の中で説明します週に1回ずつじっくりやるっていうペースもあればちょっともう今年ちょっといいところ狙っちゃうよと,という方どちらにも対応できるカリキュラムになってますカリキュラムになってます でその後4月以降は本論編が始まってきます。各科目ずつ、書くをもう一回見直す、プラス上乗せをしていきます。生クラスであれば講義は水・日・日、水・日・日のペースで行っていきます。水・日・日でインプットの講義を受けます。で、そのインプットの講義を受けたら、 その1週間分のアウトプットを一緒にやっていきましょう実践アウトプット演習コーダ1週間分のインプットに対応する過去問記述問題を一緒にやっていくこれブレイクスのことやってるよこのページやってるよでこの部分講義事情こういったけど解けたかなこういったもう問題を解くとこのアウトプットの方まで手取り足取り指導していきますそして それが終わったら、またチェックテストというのがあるのでそこで自分の位置を見てくださいでこのチェックテスト自体ですが難しいですこれは初学者用に作ったというよりも合格者レベルの方が受けるテストなんですよ皆さんが目指すものは初学者の中でどの位置にいるかではなく 全体でどの位置にいるかっていうのが見たいはずなんです1年前に行ったテストもう1回成績は出てるテストをやってもらいますおそらく1年目の方は初めは成績は下の方です1回目の時は下でしょうですが何回も民法の復習をしてまた同じテストを受けると上がっていくはずですはい 全科目が終わってアウトプットをやったら今自分の位置がどうなのかを見ていくそしてまたまた民法の復習をしながら同じチェックテストをまた受けるそれでどん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 点数を上げてくださいそしてこれ以降の科目も基本的には動きは同じですただ 登記法に関してはチェックテストとは別に筆記の指導もしていきます。均一解法ベーシック講座というもの不動産登記十回商業登記十回です。はいこちらの方は一応テストという形式を取りますが始めの段階は多分解けません。 これは私は一個一個ねここでこういうことやるんだよこういうことやるんだよとっていうことを解説説講義説明します初めのうちはいきなり解くではなく解説講義を聞いてあ記均一問題ってこう解くんだなっていうことを聞いていってくださいで回数が進むにつれあもうそろそろ自分でできるかなって思ったら自分で解いてみてください解いて解説を聞いてください 均一の解き方、手取り足取り説明していきます。で、できるようになったら、自分の手でもやってみてください。はい、これがずっと最後の科目まで続いていきます。で、具体的にこの本論編になったら、どんな感じの学習スケジュールになるのかと。こちらの方が民法学習時のスケジュールになってます。 民法の講義は生講義の方であれば水日・日です水曜日に講義を受けます。で、その復習を木曜日のに行う。そして、その演習を金曜日に行う。で、日曜日の復習については帰宅後に行う。 そして、月曜に行うそして、このあたりで1週間まとめた復習をしてください民法のタイミングではぜひここは開けてくださいここは全く勉強をしない初めからここに頼るような学習スケジュールにしない 土曜日に倒れないスケジュールで復習をしていってください次二科目目二科目目になると入ってくる要素がありますそれが前の科目の復習です前の科目をする必要があるため土曜日は初めのうちは開けていってください 後の動きは基本水曜の福祉を木金日曜の福祉を夜と次の日そして火曜日にもう一回全部やり直すというスタンスは変わりませんちなみにこれ一番下が刑法学習時のスケジュール刑法は全体でいうとここの部分になりますもう結構学習が終わりの方に近づいておりです いろんな科目が終わっているのでそのいろんな科目の復習が必要になってきます今やっている講義そしてその復習だけでなく前の科目の復習も必要になってきますはい で一週間にまあ少なくとも二科目できればね一番重要な民法の復習では一週間に一回は入れてほしいと思っています。こんな感じで学習を続けていく。そうと最後四月以降で直前期の学習を迎えていきます。 はい、直前期はいわゆるテストが中心になります週に一回ずつテストをしていく生戦等連ファイナル編これは午前科目だけの試験が四回5科目の試験だけを四回ずつやっていきます本試験と同じレベル同じ分量のものをやっていきますその後 1>, 1日で全科目全国公開模試全国スーパー公開模試同じレベルのものをやっていって最後7月の本試験を迎えていくとこれがこの15月5日コーススタンダードプラスのざっくりとした流れになってきますまた具体的な細かい話具体的にはこういうことを復習してここまでやって、ね、という話については 講義内でまた逐一説明していこうと思いますこちらの、えー、動画の方は以上です最後までご視聴ありがとうございましたでは教室でお会いしましょう